トマくんチャンネルです。はい、今回は、昨日の夜ね、ちょっと作ってたこれパチ組のやつなんですけど、これがこれですね、20分の1のアメリカンタイプのバイクですね。はい、それをまあこれはね、接着剤がいらないって書いていたので、まあパチパチパチとくっつけていくだけですね。はい、まあ今これこういう風にね、ホイールとかタイヤとかこのシートとかね、それを外しただけで、あとね、これくっつけてるだけで、サフを、赤サフですね、を拭いてみました。はい、で前のフロントのね、タイヤハウス、フェンダーですねはこういう風になってます。まあ、これ前のフェンダーは差し込むだけなんですよ。上からスポーンと下に差し込むだけなんで、すぐ外れるんでね、まあ単品としてこれサフを拭いてみました。はい、でホイールですね。はい、これね、まあ爪楊枝で、刺してやってるだけなんですけどね。はい、あとね、こういう風にエンジンとかマフラーとかこのね、ハンドルとかそういうとこはもうパチパチとつけていくだけで良かったです。はい、まあ、またねこれ乾いたら2、30分前に拭いただけなんで、ちょっと乾かしときますけど、ちょっとね、まあ僕の好きなような感じの色ですね。こちら箱は赤色ですけど、まあちょっとね、どんな色になるかちょっとお楽しみください。はい、それともう一個ね、昨日前回のね、動画でちょっと紹介したんですけど、ホンダのこのフォーク2ですね。はい、CB400T のやつですね。それを一回ね、まあタンクとかこのシート関係ですね。で、このフレームのね、ちょっとの一部のとこなんですけど、そこだけ、あ、それとまあフロントのこのね、タイヤハウスのところですねは磨いて、でこれもね、全体に、まあ赤サフを拭きました。で今はちょっと出してないんですけど、メッキ類とかもありますけどね。はい、まあこんな感じでちょっと一旦赤サフを拭いて、やってみました。まあここにね、立てるのもあるんですけど、ここに立てたらね、ちょっと邪魔な感じのやつをこちらにね、ちょっと立たせてみました。はい、まあ、またこれもね、今赤サフなんですけど、少しだけこう、まあこのタンクとか、このどちらか使うね、シートとかで、フレームとかね、はい、まあちょっと大きめな感じの部品ですね。はい、であとはね、まあこんな感じの、エンジン類とかそういうとこは軽く磨きます。はい、でそれからね、違う色ですね、僕の、好きな感じの色ですね。はい、まあとりあえずね、この
20分の1とこちら12分の1ですね。はい、その2台ですね、バイクを作っていくとこなんですけど、まあこれはね、昨日も、ちょっとね、インスタとかには載せるんですけど、まあこれはまあ色吹いて、タイヤとかホイールとかつけて、ヘッドライトとか、テールランプとかねつけたらもう完成です。まあ色吹いてね、はい、完成なんですけど、こちら部品がいっぱいありますんで、まあ磨いて色を吹いて、綺麗に、僕の好きな色ですね吹いて作っていきたいかなと思ってます。また次回ね、この2台ちょっと、できてるとこまで、の紹介をしますんで、次回の動画もよかったら見てください。それでは今回は、磨いて、サフ、赤サフですねを解きましたっていう動画でした。はい、それではお疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。